先月下旬、文部科学省で記者会見に臨んだのは大阪市立大学の同窓生二人です。この4月から使用される教科書の90%は変更されたものになります。この本がこの運動の出発点。この本に記されているのは。 次第の同窓生たちが開学の外を仰ぐ五代友厚です明治時代初期五代は大阪経済の基礎を築きましたしかしこれまで教科書では黒田清高から不当な安値で払い下げを受けようとした政省として記されてきたのです 明治十四年、新聞各紙は北海道開拓市長官の黒田清高が五代友厚の会社に不当な安値で勧誘物を払い下げようとしたとして一斉に非難しますそれでも五代は沈黙を続け、疑惑が歴史の定説となりましただから悪者というのは五代だけなんです これ本当ならしょうがないんですが。真っ赤な嘘です。これは。五代について書かれた記事は間違っていたのではないか。五代の銅像を建てた大阪市内の同窓会が真相の調査と本の執筆を依頼したのは。八木隆正さん。経済学部出身の文学博士です。五代ともあつは濡れ衣を着せられたんですが。 今守って着せられたものですね私はもうこの銅像に向かって申し訳ありませんで言わざるを得ない八木さんは当時の資料を調べ尽くし疑惑の報道からおよそ1ヶ月後に出たある新聞記事を見つけます記事で報じられたのは政府の内部文書 安値で勧誘物の払い下げを受けようとしていたのは五代ではなく、黒田の部下の開拓師四人だったのです。去年一月、統合目前の大阪市立大学で五代友厚シンポジウムが行われました。八木さんと共に登壇したのは、五代の無実を信じるもう一人の研究者。 末岡照明さんです末岡さんが見つけた関係者の日記には黒田の方が払い下げを申し出て五代はその申し出を断っていたと記されています勤め先の住友資料館で末岡さんは五代が住友の総理時広瀬西平に送った手紙を見つけていました 記されていたのは、事件の渦中にあった五代の思いです。晴天白日。いささかも天地に恥じず。何を屈することなどあろうか。同窓会で作った見直しを求める会では。教科書会社五社に手紙を送り。五代の記述を見直すよう求めました。 そして今年度、清水書院の教科書では不当に安い価格で五代の払い下げようとしたことを事実とするのではなく、新聞が報じて問題化したことを事実とすると改めたのです。

八木さんが執筆した本は今も大学の一角に飾られています関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございますチャンネル登録よろしくお願いします